お好み焼き食べてる？どうもガンプランナーです。お好み焼き結構好きで、たまにスーパーで粉買ってきて自分で焼いて食べてるんだけど、未だにこれさえ入れとけ。っていう決め手になる。エース具材が見つからないのん。現状入れるのはキャベツ長ネギ天かす納豆。納豆は惜しいのん。入れるとやっぱ風味が違うな、と思うんだけど、入れとけ最強。ってほどじゃないのん。ほんで豚肉、ずっとこれなきゃダメだよな。って思ってたんだけどん、最近なきゃないでうまいかも、ってなってきとるのん。あんま高いものじゃなくて、さばいたりするような手間も必要なく、スーパーとかでも手に入りやすい。これさえ入れとけ2ランクくらいうまさレベル上がるよね、っていう、お好み焼き具材あったらお据えて。今までも何度か取り上げてますインテルの次世代。第14世代 CPU。メテオレイクになるのか、アローレイクになるのか、いや。第 13.5 世代とか言ってたラプターレイクリフレッシュが第14世代になりますとなっとったのが前回まで。ほんで去年まだ年明ける前くらいからだったと思うんだけどん、動画へのコメントでラプターレイクリフレッシュを狙ってるという人ちょくちょく見かけてたのん。つまり今のところこのチャンネル内ではそこそこ期待値が高い人気もありそうな CPU。 そんなラプターレイクリフレッシュのリーク情報が最近連発されとるということで、ラプターレイクリフレッシュ一部コア2ということで、どういうこと？言ってくる意味がよくわからない感じの話だったんだけどん。どうやら、15年間使われていたインテルのコア i という名前が変わるらしいのん。今後は、コアウルトラ、とコアの2ブランドになると。ほんで、メテオレイクがコアウルトラ、ラプターレイクリフレッシュがコアですよと、なんだか面倒くさいことになってまいりました。マジでこのリーク情報読んでて何言ってるのかよくわからなくて。日本語に翻訳するときになんか変な言い回しになっとるのかと思ってたんだけどん、やっとわかったのんよ。今回コア i がなくなってコアウルトラだコアだと言っとるのんは、ノート PC の CPU だけぽいのん。ほんでもって、ノートの方はラプターレイクリフレッシュ U メテオレイク U メテオレイク H みたいに、同時かどうかはわからんけんども、ざっくり第14世代の中で複数存在しとると、それでブランド名を変えてわかりやすくしててけん。だけど、ラプターレイクリフレッシュ S や HX、つまりデスクトップ用 CPU については今まで通りコア i ですよんってことを。ラプターレイクリフレッシュ10月17日から23日頃発売なのん。はい、ここで発売日がギュッと絞られたのん。まあ大体10月頃だろうねってのは、これまでの流れから想像はついてた話なんだけんども、より具体的になることで現行品や全モデルもチェックしつつ、どれ行こっかなー、みんなならどれにするみたいな。チラシを見ながらワクワクできる時間ができるってわけだよね。ちなみに最初は各グレードの計測から、計なしは2024年初頭となるらしいよん。第13世代と同じような流れってことだねん。ほんで次世代 CPU インテルを選ぶ場合、自分がこの動画編集 PC を組んだ時のように、マザボは旧世代で安く済ませるパターンがもう一回残されてるはずなのん。そうなると自分がやった時のように CPU なしでバイオス更新できるモデルを選んでやるか、そうじゃない場合どうするん。ってことで、現行のラプターレイクに対して出てる、もしくはこれから出る、7月時点で登場しているバイオスを適用すればほとんどのモデルで動作が可能なんだと。ただし、新しく登場する 8P12E 構成の CPU コア i7-14700K あたりだけは新しいバイオスが必要になりそうなんだとさん。だから旧世代マザボがどういう状態で販売されてるのかわからんけんども、割とそのまま使っちゃえる可能性があるってこと。店側でバイオス更新してくれるサービスとかも確かあったっけ？確か、なんかの動画の時調べた気がするんだけど、どれだったか忘れちゃったのん。更新しちゃって売っててくれれば一番ライトユーザーにはありがたく、自作にも入りやすいんだけどのん。一応各世代に手術チェックしとこうかのん。今から買い足すなら DDR5 かな？まずは B660、27,719 円から、結構するんだのん。てか地味に上がっちゃってるっぽい。なんでじゃ、もうちょいいいやつ Z690。22,480 円とかあるんだけど、なんか知らんけど今これ安いぞ。やばい、めっちゃ欲しい。でも今お金ない。動画編集しながら見つけちゃったじゃん、めっちゃ安いやつ。動画編集し終わるまでこれ残ってるのかな。てかどの道 B660 買うより Z690 の方がいい下げだね。世代新しくして B760。まあ1万円台もあるんだけどん。22,591 円で B760M スティールレジェンド Wi-Fi があるのん。スティールレジェンドといえばサーバーグレードより耐久性があり頑丈なんだと。装備もろもろ考えて若干高くても、この価格差ならスティールレジェンドをしたい。ほんで1個前の世代よりなんか安いんだのん。
もうちょいいいやつ Z790。さすがにちょっと高い。34,31円からあるんだけどん。やっと41,480円ライブミキサーに惹かれるわ。見た目なんかいいじゃん。って思うんだけど、どうしてもそこも見ちゃうよねん。まあどの道今プライム Z690A が買いでしょ。なんで安いの？セールとかも書いてないんだけどん。今これを買っとくか価格だけチェックしといて。次の出物を見逃さないことでちょいお得にラクターレイクリフレッシュで一台組めるのん。コア i7-14700K のベンチマーク約 19% 性能アップ。第14世代ラクターレイクリフレッシュで新しいコア構成になる。コア i7-14700K のベンチマークが出たんだと。コア構成としてはさっきもちょっと触れた。P コア8 E コア12となると、現行品のコア i7-13700K よりもE コアが4コア増えてるのん。動作ロック、現在 ES 品つまり試作品でありながら最大 5.5GHz 現行品を上回っとると、増えればゲームに強くなるキャッシュ。E コア増えた分キャッシュも増えててん。L2 キャッシュは 24MB から合計 28MB、L3 キャッシュは 30MB から 33MB、ちょい増えしとるよんと。ほんで今回シネベンチ R23 シングル 3.1% マルチ 16.9% 伸びてると ES 品でねん。CPU-Z だとシングル 5% マルチ 20.6% の伸び。ぶっちゃけリフレッシュで14世代ってか、と思ってたけんども、しっかりそれなりの性能出してきてるっぽいん。ラクターレイクリフレッシュコア構成。なんか他のグレードもコア構成が分かってきとると。まずは上から。コア i9-14900KKF は 8P16E。コア構成は13世代と同じなんだけどんクロックが上がってくるんだとよん。コア i7-14700KKF は 8P12E。13世代の上位に迫る性能になるっぽいん。コア i5-14600KKF は 8P8E。P コアが2コア増えてるんだと。コア i5-14400F になると 6P8E にダコア化しとるらしいのん。コア i5-14300 という新しいのも登場 6P0。コア i3-14100 これも同じく 6P0。このモデルでも P コアが2コア増えてるのん。ほんで今回 DSVR 機能というのが有効化して、性能向上しつつ消費電力低減するんだとめっちゃいいじゃん。ただし、13世代のリフレッシュモデルなのんで、ハイエンドモデルの伸びはあんまでかくないと、下位モデルの伸びが面白く狙い目になりそうな世代っぽいん。まあ今回は、インテル第14世代 CPU ラクターレイクリフレッシュ、下位モデルが面白そうなのん。この世代を狙ってた人はどの辺に行く予定かのん。ぜひ皆さんの意見をコメントしてください。あと前回取り上げた時はまた違った情報だったような気がするのんで、気になる人は見てみてねん。というわけで、お好み焼きの素がもう一袋あるのん。みんなの意見を聞いてから試そうと思うのん。そっちもガチで、よろしくお願いします。ほんで、ぜひ次の動画もよろしく。